ばんは。今日はノイピーの家に。今日なんかレイナがまた家なくなったみたいです。家の場所マジでないなくなるんだよね、よく私んち。もうもぐしさ違う、ノイピーの家に来ることになってしまいました。こんばんは。すぐなくなるよ。そうなんです。今日は全然食べてないから、やっとさっきご飯を買ってきて一緒に食べてました、ね、リップップ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 、はい、全部下だ。右左斜め上、斜め左下でしょ。ハートありがとう。ナドチキンもおごし。お元気ですか。元気、うん、元気いっぱいです。昨日の山ここ楽しかったねって今日も話してました。ウーバーでチキンも頼んだこともあります。そのくらい私もチキンが好きです。みんな DMM 見ましたか。私の昼公演の DMM 見たい。いいよ、優しい。昼公演の僕の音声センターは飛ばしてください。ん、めっちゃ楽しかった。よかった山田だよ。ありがとう。うぅちゃちゃーん、ダンスすごかった、嬉しい。違う、あ、昨日私めっちゃ汗かいて、 H&M とのコラボ T シャツ、あ、コラボワンピをレイナとそれで買いました。なんか私結構代謝悪くてあんまりあの顔に汗かかない人なんですけど、昨日はえらいピチッとしてた。確かに。こんばんは。昨日めっちゃ前髪濡れるほど、久しぶりに前髪が濡れた。同じ部屋にいるのになんか違う配信してるみたいになっちゃった。飛ばすどころか繰り返してみてしまった。え、私怖すぎてマジで飛ばしました。見たんだけど自分のミス、あ、やばい、ミスじゃないです。ミスって認めたれ、いや、ミスです。いや、すいません。いや、あれは本当にあの5年、あれです、悪目立ちです。結局ダメなやつ。あれは本当にダメ、悪目立ちでしたね。そう、目指せセンターっていう曲、あの黄金センターって曲だから、ガチセンターを目指しすぎて一番気持ち入ってました。もらいました、ファンの方に。レイナとお揃い来たの。そう、お揃いなんです。ねえ、レイナとお揃いコーデで今日はめっちゃ可愛い。お揃いコーデわかる。お揃いコーデで多分新潟歩いてんの私とノエだけです。いや本当にそう、見たことない。あ、カップルとか見たことあるけど、今日桃買いに行けなかったら明日必ず一緒に食べましょう。私もじゃあ今日の髪型好き。本当ただまとめて全身写真みたいな。もう暑すぎてもう今日なんか全身写真撮った。え、ね、なんで撮ってないの、こんだけ一緒にいたのに。でもまた絶対同じコーデするもん。これしか揃えないから。せっかく買ったから。これカジュアル可愛い、マジでね。これはこれはめっちゃ安かったです。言うな言うな、ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってくださいね。今ここ楽しすぎてまたまだ余韻やばいです。嬉しい、ありがとう。わかる、山ここって余韻がすごい。よいしょ、じゃじゃーん。ほんまに仲良しやねって言われてますけど、仲良しやねって、ほんまに仲良しやねって
言われてますけど、それはちょっと、まあ、違いますね。久々に食べると超美味しいよね。ナゲットはほんまうまい。私一番好きマックで。うわ。ナゲットだけよくたまに超オレオが大好き。アイス食べたい。めっちゃいい音するね。うん。山ここもっとやってほしいよってね。私たちもあと1回できると思ってたのにねえ。山ここ本当にやりたい私1個しかないのにねえ本当にひどい。えってびっくりした。私配信中に知ってスケジュール出て、うん、山ここがなくてえって100回ぐらい言っちゃった。盛りました。やってるんかそれで盛る今の。マスタード、なんか醤油っていうソースが出てた、初めて聞いた。醤油マスタード、え、つけて食べてみて、美味しいかな。マジ？あ、まだ食べてない。オッケー、ちょっとお腹空いてない。うん、それ以降でね、まだ生地通しすぎて。ナゲット美味しいよね。今ここたくさん見たいって、もうすでに見たい。嬉しい、そう言ってくれて。15分ぐらいだけです。なんでかって言うと、配信のありがとう申請をしなくてバレた、怖いって15分だけ配信させてください。めっちゃ可愛い。過ぎちゃいました、時間が。嬉しい。顔全開すぎて恥ずかしい。だから、あ、見て見て、みんな昨日眉毛もう一回やったんですよ。ほぼすっぴんです。なんか2時間ぐらいやった方がいいみたい。いや、マスカラしてないぐらいで。そう、2時間ぐらいやった方がいいって聞いたから。ちょっと今日は暗めのメイクです。ね、夜中の12時ぐらいに始めて2時間にタイマーかけて、コーデだったので、ノエと私で。ノエが黒なんですよ、ここ。眠いだからちょっとかっこいい感じにビリビリって剥がして、なんか落ちちゃったけど、暗めのアイラインだけ濃く引いて。どう？なんかでもさ、眉毛できたと思う。めっちゃ濃いリップしたい。うまく剥がれた。いや、私記憶ないですね、剥がしすぎて。気づいたら終わってる。眠かったから、本当に。私も気づいたら終わってる、今ここ。あ、でもちょっと辛い時間ある。あのいつ4人の曲終わって、あ、エスケープ終わった後エスケープ終わった後すぐあのマイク取って出ていくところが一番辛い。ガル、ここマジ辛いよ。私マジ死んでるよ。確かに4曲の後だもんね。5曲連続の後だもんね。めっちゃ可愛いってきた。このシャツのおかげだ。可愛いよね。ありがとう。このシャツのおかげ。今日は昨日このシャツいただいたんで。いや、あそこほんまにもうちょっと休ませてほしい。いや、ほんとそれ。あそこ行く前、うちら思考回路回って停止しててさ、いつも。え、どうする？昨日とかレイナ、顎にリップつけたまま出ようとして、レイナついてるよ。あ、そう、レイナ顎にリップついてるよとも言えない。レイナついてるよみたいな。え、何話す？え、あ、うん、みたいな。もう呼吸するのに必死で。レイナはさ、1曲だけでもめっちゃ息切れする。1曲でも辛いのに、ないの気持ち考えたらもう心が。でもさ、いつもさ、戻ってきて、やばかった、今日もやばかったみたいなことレイナに言うと、はあ、今日もきつそうだったね。なんかいつもきつそうだったね。すごい寄り添ってくれるんですよ。そう、私よりノエの方がきついの分かってるから。でも私も一曲でも普通に辛くて。それがなんか可愛いです。昼夜の時やばそう。確かノエ辛そう。辛そうだね、もう喉がさ。言っていい、どこが辛そうか。いいよ。重なっとトゥントゥンイエーイ、あとこれやった後の
愛を知る、愛を知る夢を見る現実みたいな。あれマジ辛い。息継ぎする場所がね、タイミングがね、うん、あれはガチ辛いんですよね。あそこいつも辛そうだなって思って聞いてる。なんか愛を知るまではいいんだけど、いつもこうやって、私もずっと休憩中だからその時。夢を見る現実はえみたいな、ね、ここで切らないといけないから、愛を知る夢を見るってできないじゃん。愛を知る、最初歌り役だったよね。現実はエスケープって歌わなきゃいけなくて、それが苦しい。辛そう。頑張ってる。あのさ、あそこの好き、エスケープのさ、振り返ってドゥーンとかだよって。そこ大好き。で、でもそこかっこよく決まるときとちょっと失敗したなってときない？あー、わかるわかる。自分の中で。でもノエさ、振り返るタイミングとかさ、割とレイナのこと見ながらさ、振り返るようにしてんの。本当？それがさ、いつもレイナ任せだからさ。確かに、私だってノエに合わせてる感じしないもん。合わせてくれてるから、いつも多分私。レイナ見て、同じ。でもめっちゃ合ってるよね、あそこ。あそこかっこいいよね。ピシュン。かっこいいよねって自分で。パーン、トクトクパーン。目を閉じて息潜め。かっこいい。ノエとレイナの歌いの表情のテイスト違うよね、でも。ノエはもうさ、死にそう。あ、疲れが出てるからか。もっと余裕ある感じでやりたい、本当は。いや、私もレイナ逆にノエみたいな感じで、多分1曲目だから、休んでの1曲だから、綺麗に踊れちゃうもん、ね、そう、綺麗にできちゃうのよ。多分激しいノエの踊り方の方が迫力ある気がする。綺麗さが違うもん。今度さ、その3曲めっちゃ休んでめっちゃ休みながらやって、エスケープガチでやってみるかな。やめな。レイナ以外の3人にめちゃくちゃ失礼。ノエにそんなことできないよ。確かに。あれでめっちゃテンション上がってるもん。マンダー！あの曲めっちゃテンション高くて可愛い2人とも。快速？うん、快速とどったでしょ。サラがさ、サラがさ、電車のマンダーとかさ、ハラーって言ってさ、こっちもハラーって合わせなきゃいけないじゃん。え、サラが最初にやってる、あれ。うん、サラが大体先にやる。マジめっちゃ可愛い、あそこガチ可愛いよね。うん、二人のイエーイのとこ好きだって。え、嬉しい。あそこ本当はハモリないもんね。うん、オリジナルやらないんですよ。希望してやるようになった。わかりやすくてごめん、ほんまにデイ好きだって。泣けるよね。デイ好きっていう大好き。デイ好きはやばい。デイ好き、私もデイ好きタイプ。ね、レイナ大好き。なんでレイナ、昨日も本番中言ってた裏で、この曲マジ泣けるよねって言ったら、ななみちゃんがなんか動揺しちゃって、なんて返せばいいか分かんなくて無視された。わめっちゃめっちゃ想像できるやん。あって言われた。ナエちゃんの気の使い方分かりやすくて可愛い。分かる、ナナミちゃんって気使ってんのガチ分かるよね。分かる。あ、ナエちゃん面白い。いや、息めっちゃ吐く。みんな可愛い。分かりやすくてごめん。好き？うん、やりたい、レノ。じゃあやろう。いいよ。せーの、分かりやすくてごめん。ごめん、本当にすいません。間違えて、ガチで間違えて。無理。もう今のはガチで間違えた。に一生やってほしくない。今マジで折り面だけど、一生歌わないでほしい。今間違えた、ガチで。え、恥ずかしい。恥ずかしいとかじゃないよ、やばいよ。やばいね、うん、みんな忘れてください、今の。分かりやすくてごめん、うん、歌おうとしたら分かりやすくてそれこそ分かりやすくてごめん。取り引きかかっちゃってごめんのとか。確かに。ななめちゃんそれを考えてやったのかもしれない。ん、え、それこそ分かりやすくてごめんじゃんって。ななめちゃんがすごい分かりやすい、すごい気使ってた。頭いいな、ななめちゃん。確かに気づかなかった、悔しい。即興で喋ってラップになっちゃったみたいなタイプだ、その才能は。そうじゃない。ああ、そうだ。そうだよね。むずすぎ。立っちゃったかな。出てきたっけ15分のやつ。なんなんなん。携帯が熱すぎる、やばい。熱すぎてごめん。になっちゃいますね。血余りすぎてごめん。
天才。はあ、また明日配信するね。私の子は。やばだ、いや、どうかな。例の最近のようなことを可愛くないっていうのを脳に伝わるようにして。おかしい。するし。と、例えば？あ、今15分経った。さっきもなんか、可愛いねみたいな話したら、ちょっとざっくりだけど、めっちゃ。例のノイが、それノイが可愛いおかげでしょみたいなこと言ったら、なんか、うん。みたいな。ひどいっすね。ノイピア、可愛いですよ。止まんないよ、いっぺんさん。止まんないより、どうぞ。珍しい髪してるか、少し。じゃあ、そろそろ終わりたいと思います。私も。皆さん、ごめんね。短くてごめんね。ございました。見に来てくれてありがとう。全部折れたんです。ありがとう。短いやつになった。またね。おやすみなさい。ディスキー3、2、1、3、ありがとう、みんな。3、2、1、山田誠司大好き。